復活じゃない、進化だ。仮面ライダーメテオストーム、俺の定めは嵐を呼ぶぜ。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーフォーゼ発光回転デラックスメテオストームシャフトです。はい、これはメテオのパワーアップスイッチのメテオストームスイッチと専用武器がワンセットになったもので、このスイッチを使ってメテオがメテオストームに変わりますから、本編的にはそれぞれ別で使うって感じなんですけど、必殺技のリミットブレイク時にはシャフト本体にスイッチをはめて、さらにワインダーを刺してベイブレードのようにここの先端だけを射出しますから、ベイブレードバースト前線の今のタイミング的にはなかなか物議を醸し出しそうな武器アイテムですよね。箱には大きくメテオストームが映ってて、メテオのシンプルさとは裏腹にちょっとゴージャスな本体カラーに変わってるんですよね。遊び方としてはメテオストームスイッチとメテオドライバーを使ってメテオストームにパワーアップ変身と、さらにスイッチとシャフトを使ってリミットブレイク、もちろんスイッチはフォーゼドライバーと連動します。ではレビューしていきます。はい、中身はこうなってて、メテオストームスイッチとメテオストームシャフト本体、ワインダーが2本です。まずワインダーに関しては予備も含めて2つ入ってて、かなりしっかりとしたプラスチックパーツで、ベイブレード的なソフトな感じとはまた違いますね。で、本体にある程度モールドが入っててデザインもされてます。そしてメテオストームスイッチ本体、さすがパワーアップフォームアイテムらしく、かなりごつめのスイッチで、正面、上側、下側で、ここにスピーカーがあって、電源と、近づいてみても濃いめのクリアブルーに銀のラメが入ってて、ちゃんとメテオ要素ですよね。そして上部にスイッチがあって、ここも一応指紋認証のマークがあって、でこのようにカチカチと上下動きますし、ただ押したら戻す必要がありますね。で、ここがロック解除スイッチ2個あって、同時に押すと、はい、トッパーが外れます。ストームトッパー本体はクリアイエローに一部塗装がされてて、回転すると勝手に光りますね。はい、こんな感じで脱着は非常にお手軽で、シャフト時にはこちら側がトリガーの代わりになりますね。そしてワインダーをセットして引っ張ると、はい、このように超高速回転、熱い熱い。なので回転状態でロック解除すると、はい、ストームトッパー射出。そんなに大暴れしなくって、先端の形状はこうですから、安定してくるくる回るような感じですね。ちなみに最近のベイブレードバーストと比べるとサイズ感はこんな感じ。対戦させてみたい感もありますが、リアバーの可能性もね、こちら側あるのでやめとこうかな。そして電源オンで、メテオストームスタンバイ、メテオストームスタンバイ、メテオストームスタンバイ、でスイッチを押すと、オンオフ音が鳴りますね。ちなみにこの状態でワインダーをセットしても特に音鳴りませんが、脱着音は鳴ります。一応元々のメテオスイッチと比べるとサイズ差はこんな感じで、めちゃくちゃ大きい。こういうかなり特殊な形ですから、スイッチ単体で自立することはできませんね。ボリューム的にはコズミックと変わりませんからね。では仮面ライダーメテオストームに変身。手順としてはメテオ変身状態からスイッチを入れ替えてスイッチをオン。いきます。復活じゃない、進化だ。俺の定めは嵐を呼ぶぜ。はい、仮面ライダーメテオストームに変身完了。一応本編通りスイッチオンの後にトッパーを回転させましたが、厳密に言えばここを光らせなくてもスイッチオンのみで変身音を発動させることもできます。いきましょうか。今マックスパワーいっちゃいましたね。メテオストームからスイッチオン。
一応メテオストーム状態のメテオドライバーの見た目はこんな感じで、このアンバランスさがいかにもパワーアップって感じ。で、引っ張れば取れます。さらにフォーズドライバーにセット。メテオでメテオストーム押すと、リミットブレイクも、問題なく発動 OK です。そしてメテオストームシャフトの本体側、本編的にはこれ単体で武器として使えますが、ぐるっと見回すとこうで、一番先端には鉄球とメカ造形が混ざったようなものがあって、さらにモールドしっかり入ってますし、こちら側からは音鳴りませんが、ここのボタンを押すことで、はい、先端が伸びて全長が長くなりますね。ロックで伸びると、こんな感じで、これでね、本編ではこの状態でバンバンキャンサーとかに攻撃しておりましたが、これが武器状態で、ただここのロック解除スイッチのみで、こっちにもメテオストームスイッチ用のロック解除ボタンがあるのみですから、あくまで音はメテオストームスイッチありきで、はい、リミットブレイク状態の見た目はこんな感じ。ここまで行くと結構長くて、ジオウの時間ディレイ度と比べても、ここの鉄球分長いかな。もちろんこの状態でも回転すれば発光しますし、電源オンの状態で、ロック解除のこちら側を、押すことで、はい、攻撃音。一種類。連打 OK で長押ししても、特に変わらず。そしてリミットブレイクの手順としては、あ、脱着もなりますね。こんな感じで。変身状態のスイッチを使いますから、スイッチオンの状態からシャフト本体にセットして、ワインダーをはめて、引いてロック解除して突破を射出。これがリミットブレイクの手順ですね。では、行きましょう。くらえ!メテオストームパニッシャー!はい、仮面ライダーメテオストームの必殺技発動。このようにトッパーもくるくると綺麗に安定して回転してますね。ただちょっと音が聞こえづらかったかもしれませんから、もう一回行きましょう。リミットブレイクから待機音が鳴って、回したらロック解除。OK で爆発音が鳴りますね。ちゃんと本編通りのアクションで遊ぶことができます。これをマックスパワーに変えることで、サウンドが変わりますので、上のスイッチを3回押します。マックスパワーの状態でセットして、はい、コンプリートで、ちょっとファイズっぽい感じですが、専用サウンドに切り替わりましたね。トリガーを押すと、特にここは、変わらず。なので必殺技サウンドは2種類ありますね。あとはベイスタジアムとかを使うことで、はい、このようにトッパーの回転をじっくり見ることもできますね。ディフェンスタイプかな。ちなみにめっちゃ回りますから、結構待ってもそれなりにスタミナがあることがわかると。本編だと
何バランスタ、あ、アタックタイプのように、こう、くるくるとね、大暴れしてましたが、そういうことはなくって、割と安定して真ん中でくるくると回転するような形です。あとはもちろん同じメテオ同士のアイテムで掛け合わせて、メテオギャラクシーにセット。メテオストームでリミットブレイク。スイッチオンして、変身オン発動も OK と。極論この状態で突破を射出することもできますね。以上、仮面ライダーメテオストームの変身アイテム兼専用武器の発光回転デラックスメテオストームシャフトの紹介でした。